何か。キャラバンにグレイプニル所属のゴッドイーターがいるってことはよくあることなのかって疑問に思ってさ。もしかしてその後ろの積み荷を守ってるとか。ここから先はグレイプニルの管轄エリアです。立ち入りは許可できません。ってことはやっぱりその積み荷はグレイプニルの依頼品ってところか。大丈夫か？あんた、名前は？グレイプニル第六機械化大隊特別輸送管理連隊所属、クレア・ビクトリアスです。俺はユーゴ・ペニーウォート。なんて呼んでくれてもいい。オーナーから聞いています。航路の開拓に力を貸してくれるとか。あなた方の働きに敬意を表します。ですが無用に歩き回ることは感心しませんね。我々は特別扱いをしません。お堅い子って与えられた仕事に取り組んでいるだけです。戦闘で一緒になった際はよろしくお願いします。よろしくお願いします。どうやら仲良くやれそうだな。よろしくな、クレア。問題ありません。はい、回避用に調整された変色因子を投与しているといっても無理なされないでくださいね。お気遣いありがとうございます。立てて、クリアさんには後方支援のファーストエリアに優れています。皆さん、うまく連携して中身を討伐してくださいね。無駄だ。無駄だ。
ミッション完了ですね。お疲れ様です。何でもないんだ。ちょっと揺れに酔ったみたいで。ありがとう。ごめんね、心配かけて。僕はまだ戦えないけど、ほらこういうの拾ってくるくらいはできるから。ここだな。
こだな。ここだな。ここだな。
そこだな。ここだな。そこだな。ここだな。あったれ。そこだな。回帰濃度15範囲内、ミッションを開始してください。出んぞ、お前ら。失敗は許されない。一っ子一人いねえな。まあ当たり前か。よっあ、
吉野原ってキモいよな。リークさん、討伐対象の荒波と接触。あったれ。攻勢開始。おーい。Thank you.
こっちもお腹空いてんの。逃げるな。ハウンドマン、ファースト解除、まもなくです。探してくるわ。ジークさん、索敵コードは行こう。オッケー。待てろ、今行くの。ユーゴさん、ハウンドマンに合流を開始。これくらいお前がいれば当然か。ずいぶん待った割に始まってみれば思いのほかあっさりだ。今の俺たちのこの状況のことさ、前に話したこと覚えてるか。俺たちはあの牢獄でじっと耐えて、ついに外に出ることができた。で、ここで最初の問題発生だ。じゃあ外に出て俺たちがやるべきことは一体なんだ。当たらずとも遠からずか。俺はずっと心に決めてたことがある。ここから先は実力の世界だ。とにかく稼いで自由を買い取るんだ。だな。そして俺たちの港を作るんだ。全員で助け合ってお互いの夢を支える、そんな港を。けどそのためには絶対にお前が必要だ。俺の夢に乗ってくれるか。自信が出てきたぜ。本当ありがとな。よし、ガキどもに伝えてくるか。怯える必要なんて全然ないってな。今は嘘ってことになるかもしれねえけどよ、いつか本当にしまえばいい。これでお前共犯確定だからな。よろしく頼むぜ。
待機濃度、作戦行動に支障なし。皆さん、くれぐれもお気をつけて。し、始めるか。出るぞ、お前ら。この辺りか。はい、視認できますか。いた。クレア、待て。奴はエイジ、しかもかなりの手だれだ。お前は下がって支援を頼む。気を言え。貴様らの司令部と話をさせろ。オーナー、先ほどの戦闘の映像です。アクセルトリガー、まさか実用化されていたなんて。ユーゴさんからの通信、つなぎます。イルダ、
これから対象に変わる。話があるそうだ。どうぞ。こちらはバラン所属のエイジ、コードネームルルだ。任務中に所属船とはぐれて帰還方法を失った。バランまでの輸送を頼みたい。ずいぶん手荒なご挨拶だったのね。その点については謝罪する。だが危害を加える意図はない。どの口が言って。手加減はした。我々は他の方法を教えられていない。まずはあなたの言う素性が本当なのかバランに問い合わせるわ。少し時間をもらうけどいいわね。いいだろう。バランからの返答来ました。ルルというエイジは過去に遡っても存在していないとのことです。じゃああの人は一体誰なんです？エイミー、周辺の回帰濃度は？はい、0.008ppm です。制限時間は10分か。ハッチを開けて、私が直接話してくるわ。はい、ハッチを開けて。で、お前、ま、何してんだ。彼は私の船の乗組員よ。話してはもらえないかしら。言ったはずだ、私をバランへ。ルルという名前の英字は存在しないそうよ。あらゆる記録を検索して実際にバランにも問い合わせたわ。けれど帰ってきた答えは、ルルという人間は存在しない。そんなバカな。だって私はつい先ほどまで任務を。残念だけどあなたは。そうか。これってどうなってんだ。私は捨てられた。
情報の送信を開始。あなたたちの進め方に合わせます。どうして特別に私の夕飯のおかず一つあげちゃいます。
戦行動に支障なし。皆さん、くれぐれもお気をつけて。よし、晩御飯代、稼ぐぞ。おっし、始めるか。どこに行っても、海域に食われた跡だらけか。当然か。
よっよっ。エリア情報の送信を開始。サポートに任せてください。手順通りに進めましょう。仕事の時間だ。やってくれんね。あなたたちさえよければ、彼女は私の船に向かえようと思っているわ。なんか、やばそうじゃなかった？あ、いや、俺は別にいいんだけどさ。帰るところが、突然なくなったんですよね。俺は賛成だ。
あいつは強い。エイジにとってそれは替えがきかない価値だ。はいはい、俺アクセルトリガーの解析させてほしい。私も賛成です。というかいつものことですし。ありがとう。みんなこれから彼女の意思を確認してくるわ。意思ね。散々言いなりにされてきたエイジにそりゃちょっと酷なんじゃないなあ。おっと、お前意外と厳しいな。俺もこいつと同感だ。どんな理由があろうと自分の未来を決めるのは自分だ。そっか、そうだよな。自由ってある意味そういうことなんだよな。私は自由、私の意志。私には差し出すものがない。彼らが言った通り、あなたはもう自分の思う通りに生きられる。ここへ来たということはあなたは何かを決めてきたんでしょ。私はここにいてもいいのか。ただとはいかねえよな。お前のそのアクセルトリガーっての俺にも使わせろ。だがこれは未完成で。なら我々が完成させるわ。あなたは戦力と技術の提供を、我々は見返りに清潔なベッドを提供する。どうかしら。いいのか。よし、今日はパーティーだな。夜通しトランプやろうぜ。お前ポーカーできるか。ああ少しなら。よし決まりだ。兄ちゃん、俺は遠慮させてもらうよ。アクセルトリガー解析したくてずっとうずうずしてたんだ。お前はいつも付き合い悪いよな。ちょっとは空気読めよ。兄ちゃんには言われたくないよ。あ、じゃあ他の連中は強制参加いいな。しょうがねえな。たまにはいいわね。解析が完了したんだ。てか早っ、お前徹夜したのか。ヌルが使ってたやつだよな。あれは結局何だったんだ。よくぞ聞いてくれた。アクセルトリガーは簡単に言うと、特定条件下において発現した人気使用者の意思エネルギーが体内のオラクル細胞を経由して抽出されて腕輪に集積。腕輪に装着されたブースターがそれを増幅させて人気と肉体に同時的にフィードバックすることで即時的能力向上を図るオラクル細胞の主観的霊気システムなんだ。投げ。つまり戦闘中にある条件を満たすと体の中のオラクル細胞の力が解放されるってこと。いやー、バランの連中もなかなか粋なもん作るよな。俺らの中にあるオラクル細胞ってすっげえヤバくねえかそれ。もちろんすっげえヤバいよ。
下手にオラクル細胞を起こしたら体が内側から食われちまうからね。なんで嬉しそうなんだよ。まあまあ、要はヘマしなきゃいいってことさ。ルルが持ってきたのはキャリブレーションが足りてないから危なかったけど、みんなの人機に装着するやつはしっかり調整するから大丈夫だよ。あ、解析終わったばっかだろ。もう俺らのにもつけるのかよ。いや、使いたいって言ったのは俺だけどさ。生き抜くための武器は一つでも多い方がいい。そうだろ、先輩。まあそうだけどさ、ひとまず一番安全で簡単に発動できるのをつけといたから、次の戦闘で試してみてよ。ミッションはもう発行しといたからよろしくな。抜かりねえな。バイタル正常、各種計器異常なしと。キースさん、どうぞ。そんじゃ早速アクセルトリガーの運用試験を始めるよ。ルル、調子はどう？ああ、問題ない。心なしか前より体に馴染んでいる気がする。だろ、調整した甲斐があったってもんだね。じゃこっちは気にせず、ガンガンアクセルトリガー使ってみてよ。でっけえ卵みたいだな。ファースト根性、まもなくです。おっ、いや、ただっけえ。
話か。Thank you.
機に異常はありません。作戦行動を始めてください。お仕事お仕事貸し出し始める。この場所には昔は活気があったんだろうな。見とれるほどの戦いでした。異常なし。回帰能力順応範囲内でミッションを開始してください。お仕事お仕事っと始める。美しい先生堂々降りて戦いやがれ。
ごめんごめん。一度下がれ。
鉱石としちゃ普通かな。さあ戻ろう。みんなで帰りを待っていますからね。まさかここで出くわすなんて。事前に見つけられただけでも幸運だったと言うべきかしら。海域シュワラ神か。海域発生とともに現れた新種の荒神よ。それまでの荒神とはまるで性質が違うの。奴らの攻撃はかするだけでも致命的だ。その上奴らの捕食は普通じゃない。ゴッドイーターの感応能力を奪い、そして自らのオラクル細胞を爆発的に増幅させる。彼らはバーストするのよ。あなたたちゴッドイーターのように。即死不可避、それが奴ら海域シュワラ神の看板だ。今の私たちにできることといえば、祈ることくらいよ。どうか海域シュワラ神と遭遇しませんように。機能の推移まず反映、ミッションを開始してください。始めるか。どう
料理しようかな。
なかなか荒神と接触しませんね。何があった？この反応は怪奇種荒神です。距離6マイル。な、怪奇種荒神だってマジかよ。データベース照合、一致するデータなし。これは未知の怪奇種荒神です。解凍後最大戦速で原領域を離脱。とにかく逃げて、ここから離れるの。ダメです、振り切れません。怪奇種荒神、接敵します。なんですって。後部コンテナに衝突、一部が破損した模様。うちの荷物に何の用があるっていうの。コンテナが必要に狙われています。これ以上は持ちません。クレアの声か。コンテナ大破、怪奇種荒神が侵入します。冗談じゃねえ、行くぞ。大丈夫か？コンテナが。バカ野郎、てめえの心配しやがれ。そんなもん後で考えろ。コンテナを守るのが私に課せられた仕事なんです。そのコンテナの中に怪奇種荒神が入ってきたんだよ。迂闊に手を出すな。そんな。大丈夫か？おい、起きろ、生きろ、頼む、頼む。
お、生きてるか。目覚めたか。はあ、焦らせんなよ。ったく。オーナー、今目覚めました。はい。おいおい、無理すんなって。お前3日も寝てたんだぜ。すっかりみんなのマスコットですよ。まさかグレイプニルからの依頼が人運びだったなんてね。やけに気前のいい報酬だと思ったのよ。一杯食わされたわ。あの子が人をね。怪奇種荒神襲撃の際、コンテナ内で強力な官能現象の発生が記録されていました。あの子がその中心にいたことを考えると。この目で見たよ。あの子の力でこいつの傷が癒えていった。人間にできることじゃないことぐらいはわかる。ねえクレア、ここにいるのは皆関係者よ。知っていることを話してもらえないかしら。海域に対抗する人類の希望。はあ？コンテナに積まれた荷物は未来を担う力であり可能性なのだと。人類の希望。グレイプニルがそう言ったのね。てっきり私は新型の人機か何かかと思っていましたが、ともあれコンテナの中身を届けることが私の任務です。オーナー、航路を取り直し作戦本部に向かってください。ちょっと待てよ、この子を実験台か何かにする気か。そりゃねえだろう。この子はこいつの命の恩人だ。責めるなジーク、それがクレアの仕事なんだろう。そりゃそうなのかもしれないけどよ。我々も契約は果たすわ。予定通り作戦本部に向かいます。だけどすでにこの子はコンテナから外に出てしまった。輸送中の事故とはいえ私の船の乗客になったことに変わりないわ。我々の管理下に置かせてもらう。クレア、いいわね。私の仕事は彼女を無事に送り届けることです。輸送の過程について具体的な命令は受けていません。はい。あのさ、あの子とか彼女とかやめない？ん？呼び名決めましょうか。か、顔はどんな名前がいいんだろうな。俺はこういうの苦手だから決めてくれ。フィム。お、一発で気に入った。悪くないんじゃない。フィム、可愛らしい響きね。フィム、フィム、うん、呼びやすいです。フィム。喜んでくれてるの。フィム、フィム。
変色因子バランス、代謝系ともに異常なしと。よかった、これなら大丈夫。ひとまず安心かな。フィムの応急処置があったとはいえ、すごい回復力ね、あなた。フィムが捕食による侵食を抑えてくれたみたいなの。フィムにも随分懐かれているみたいだし、不思議な人ね、あなたって。フィムは、ん？ごめんね、何でもないよ。
システム異常なし。回帰濃度順応範囲内。ミッションを開始してください。ふう、始めようか。始めよっと。何かトラブルですか？おい、寝てんのか？どうした？行くぞ。行かないのか？この辺りでは苦戦することもありませんね。
戦行動を始めてください。よし、晩御飯代稼ぐぞ。レゾ、お前ら奴は死に際に自爆する。巻き込まれるなよ。
球を合わせる。悪くなかったな。長いは無用だな。みんなで帰りを待っていますからね。おかえりなさい。ご飯にする？お風呂にする？それとも